人は7日間で一体何ができるのか、その答えを求め、この放送の7日前にあたる9月14日セブンデイズチャレンジャーとなった芸能人たちが様々なテーマの検証をスタート。人類の限界に挑みたいと思います。7日目にあたる今宵、その成果を生放送で大公開。いよいよスタート、セブンデイズチャレンジ。人間が7日間でできる限界を生放送で大発表スペシャル。さあ現在夜7時を回りました、赤坂 TBS より生放送でお送りしております。7日間で人はどれくらい視力が上がるのか。現在日本には近視に悩む人がおよそ4000万人。そう、この国は3人に1人は目が悪いという近視大国。そんな中、手術をしないと視力は回復しない、この常識を覆す2つの視力回復法が存在するという。そこで今回この2つの方法を7日間試し、どこまで視力を回復できるのか、前代未聞の大実験を敢行。まず1つ目の方法は視力回復コンタクトレンズ。実はこのコンタクト、通常のコンタクトとは決定的に違うところがある。それは寝ている時にだけつけるということ。このコンタクトを睡眠時に装着すると、昼間でも裸眼で過ごせるぐらい視力がアップするという。実はロンドンオリンピックで見事3連覇を果たした女子レスリング吉田沙保里選手もこのコンタクトで視力が劇的に回復したうちの一人。今回その寝ている時につけるだけの視力回復コンタクトにチャレンジするのは。嘘だよ、コンタクトって起きてる時につけるもんじゃん。ロックンローラーダイヤモンドユカイ。今年50歳を迎えたユカイさんは現在視力の衰えに悩んでいるという。だから CD とかちっちゃいじゃない、はい、でほら音楽だからさ、 CD 解説とかである、はい、解説見ちゃうともう目がフラフラしちゃって、ね、このように仕事でも目が悪くて困っている様子。ということで1日目、ユカイさんがやってきたのは東京赤坂にある三井メディカルクリニック。このクリニックにつけているだけで視力が回復するコンタクトレンズがあるという。その技術を求め、日本だけでなく海外35カ国から多数の患者が訪れている。まずはユカイさんの現在の視力を測ってみると、一番正確な数値が片眼が 0.02 ずつ。ひどいね。視力 0.02、 ここまで目が悪いユカイさんでも本当に視力は上がるのか。院長の三井先生に聞いてみた。 0.01 でも 1.0 以上に上がる方もいますので、1週間だとどこまでいくか、それはまだ分かりませんけれども、今よりもはるかに良くなると思います。おお、すごいな。そんな魔法の道具、視力回復コンタクトレンズをつけると一体なぜ視力がアップするのか。通常人の目は平らな角膜から光が通り、網膜上で焦点が合うことで物が見えています。ところが思春期を過ぎた頃から角膜が丸くなってくる現象が多く見られます。すると網膜上で焦点が合わなくなり、物がぼやけて見えるのです。そこでこのコンタクトをつけると、丸まった角膜を平らな状態に矯正し、外してもその角膜の形を維持することで物がよく見えるそうです。そんな視力回復コンタクトを自宅に持ち帰り、早速試してみることに。 OK です。寝ている時につけるだけで視力が回復するコンタクトレンズ、翌日その効果は本当に現れるのか。さあそれでは2組にご登場していただきましょう、はい、ダイヤモンドユカイさん、そしてハイハイさんです。お願いします。
7日間お疲れ様でした。まだ、皆さんはまだ具体的にどれぐらい視力が上がったかはまだ知らないですけど、分かってない。どう体感としては見えるような気になってます。なってる。なった感じがします。僕は。俺はもう小学生のような、もう小学生に戻った感じ。精神的に両方。精神的に戻らないでくださいよ。もうねパパなんですけどね、深井さんは。あれつけるだけで1日で違うもんですか。いや全然違いますよ。初日で言ってましたもんね。1時間とか2時間でも全然違います。ただ今回は1週間ですからね。そうですね。1ヶ月2ヶ月やったら多分本当に効果はあるんでしょうけど、1週間でどこまで効果があるか。そうなんです。はい。さあそれではですね、はい、7日間視力回復コンタクトを試したダイヤモンドユカイさんの検査に参りたいと思います。はい、実際にですね今回視力を測っていただきますのは、視能訓練士の伊藤さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ7日前は右目が 0.02、 左目が 0.02 だったダイヤモンドユカイさんの視力、はい、一体どれだけ上がったのか。まずは右目からいきましょうか。伊藤さんお願いいたします。はい、じゃあ一番上からいきます。ここどうですか。上。はい、正解です。右。正解です。左。正解です。下。はい、正解です。上。正解です。右。正解です。下。正解です。左。正解です。はい、正解です。左。正解です。右。上。正解です。下。正解です。これ見えすぎだよ。正解です。これどうでしょうか。上。はい、正解です。右。はい、正解です。この下分かりますか。これはね、上かな。はい、正解です。下。はい、正解です。右目 2.0 です。全部見えた。本当に。本当本当。学園で全部覚えてないでしょうね。いやいや、記憶力悪いから。では続いて左目もお願いします。左目もいきましょう。伊藤さん、それでは左目の方もお願いいたします。次は左目です。はい、お願いします。じゃあもう一度上からいきます。これどうでしょうか。左。正解です。上。正解です。右。正解です。左。正解です。下。正解です。上。正解です。左。正解です。下。正解です。右。正解です。上。正解です。これは下。正解です。これはちょっと左かな。うん、正解です。これはどうでしょうか。これがね、微妙な右だね。うん、正解です。微妙な右だね。でも合ってますよ。ちょっと疑惑。じゃあこちらどうですか。これはね、これが上。正解です。左目 1.2 です。すごいです。さあということで視力回復コンタクトを試したダイヤモンドユカイさん、7日間でですね視力が右目が 0.02 から 2.02、 そして左目が 0.02 から 1.2 に回復しました。何これ。ユカイさんは先ほどから実感があるとおっしゃっていたんですが、この結果ユカイさんいかがですか。いやもうね、視力が上がったらギラッチも上がっちゃってね。ギラッチ上がる。ギラッチも。ギラッチを教えていただけますか。ギラッチは何ですか。なんかまあ子供のようにこう、なんか精神的にもこう軽くなった感じだね。おー、全部が見えるから。うん、よく見える。本当に。じゃあ今まではコンタクトとかしてたんですよね。コンタクトあんまり好きじゃなくて、ええ、で、まあ普段はサングラス、ドツキの、ドツキのサングラスをしてて、もう全くいらなくても大丈夫。もう全くいらない。へー。